9日に行われたプレミアリーグ第16節で、アストンビラとアーセナルが激突。校長同士による大一番は、開始7分にジョン・マッキンのゴールで、アストンビラが先制に成功する。その後も激しい攻防が続いたが、最後までリードを守り切ったアストンビラが1対0で勝利。クラブ史上初のリーグでのホームゲーム15連勝を達成した。しかし、 この試合の終盤の判定が物議を醸している。アーセナルは試合終了間際、ゴール前の混戦からカイ・ハバーツが押し込んで同点弾を決めたかに思われた。だが、直前にハバーツの手にボールが当たったとして、VAR レビューの結果ハンドの判定でゴールは無効に。この判定にハバーツ自身も怒りを見せ、現地メディアでも大きな話題となった。そして、 スカイスポーツで解説を務めるレドナップ氏は、くだらないルールだ。どうしてハンドなんだマティキャッシュに当たってリバウンドしているだけだろう。それが手に落ちた後、ネットに押し込んでいる。だが得点者がネットに押し込む直前に少しでも手に触れた場合、認められないルールがあるよね、とし、現行ルールを通列に非難している。我々はこういったルールのせいで、いつも混乱している。 一体どうして、あれがハンドと言えるんだだが、それが現時点のルールなんだ。しかし、選手のために役に立ち、より多くのゴールを決められる最高の舞台にするためには、誰かがゴールに目を向けなければいけないはずだ。